はい、皆さんこんにちは。ウィズアップスターズ宮本です。そして、はい、サーヤです。からのハハンです。そして、はい、コンパスでプロデューサーをしております林と申します。よろしくお願いします。清水です。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで今日はアイトラッキング企画第2弾第2弾前回ね、僕がまといちょっと紹介したんですけど、今日は清水さんがルチアーノを勉強したいってことで、今日はスペシャルゲストにコンパスナンバーワンルチアーノプレイヤーといっても過言ではないスペシャルゲスト、ちょっと過言ですよ、スタホン様をお呼びしております。はい、どうも、はじめまして、スタホンです。今日声だけですけど、よろしくお願いします。この辺にいます。この辺にスワッと、スタホンさんとはどういう人かってことで、はいはいはい、ファーストシーズン1、はい、怒涛の1位、もういただきじゃないですか。セカンドシーズン3位、やばい なのでルチアノばっかり使ってる方ですよね。そうですね、メインはルチアノで8000試合ほどやらせていただいて、8000試合、やばいな。8000試合なんで、単純に時間計算してもちょっと計算できないですねわかんないけど、まあ一日中やってるってことですね。多分寝てないですね、これは。寝てないですね。これは寝てない。ファーストシーズンのちょっと、はい、本当に1位か。ああ証拠。証拠。なんかアイコン配られてましたよね。はい。お、端末が来た。俺らめっちゃ出た。あー。わー、すごいこれ。この黄金のやつだ。輝いてる。どうやって複製したんですか。ひどい。僕はこれ、出ましたね。これ1000以内のアイコン。全然違うよね。もう豪華さが違う。あ、本当だ。これは、コンパスプレイヤーで一人しか持ってない。はい。本当に一人にしか配ってないんで。うわすごい。ここにしかないです。すごいですね、それは。ここにしかない。すごい貴重なここ、はい、ものを見せて。ほらここにね。そんなスタッフさんですよ。はい。先試合もやってるルチアのどれぐらい上手いのかということで。はい、あ、気になります。今回検証していこうと思います。はい。はい。じゃあ。話題のアイトラッキング、アイトラッキング技術を使って知ってる、はい、アイトラッキング技術とは何ぞやっていうのは前回も軽くお話ししたんですけど、はい、まあ、ウェブだったりとか、はい、スマホのアプリだったりとかを、まあ、ユーザーインターフェースを設計する際に、まあ、ユーザーさんがどういうところを見てるかっていうところを、まあ、実際に目線を取って検証することで、はい、ユーザビリティの改善につなげるための、まあ、デバイスっていうところがスタートで、まあ、これを今回ゲームのプレイヤーのところに持ってきて、まあ、プレイヤーがどういう目線をしているのかっていうところを見たら、まあ、面白いなと思って持ち込ませていただいたのが前回という感じになっております。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、詳しくは前回の動画をぜひ見てください。はい、見てください。じゃあ動画見ていきます。はい、行きましょう。はい、はい、まずはじゃあデラクランクストリートの方からでの動き、はい、はい、見ていきましょう。これチーム構成とデッキ編成が全く同じ3対3でやってて、はい、でさらにレベルは30統一、はい、UR2 枚制限でやってます。はい、まずデッキ構成もちょっと気になりますよね。そうですね、今回ドアが入ってますけど、今視点が映りましたね。緑の点が今スタモンさんが見ているところになりますね。はい、そうですね、ちょっと出たりなかったりしてるんですけど、はい、対戦に無理が、あ、今出ましたね、はい、入ってましたね、はい、早速まずチャットステージでチャットを見ているということで、開幕2個打つっていう、はい、ドア、はい、マップ見てますね。マップですね。やっぱこの自分のカードとかはあんまり見ない。とりあえず初動で相手がどこに飛んだかっていうのを多分見ている感じですかね。相手のリスポーンが見てましたね今。ミラーマッチなんで、相手の方にドア2人、こっちにもドア2人の編成でしたよね。そうでしたね。ドルチとジャンヌがドア持ちでいますね。ボイドルはダメか2枚。そうですね、ダメか2枚ですね。で、スタン、あ、でもスタンでもちゃんとポータルに入るっていう、すごい、そうすこれ何気にこのスタン時間で貯めていくっていうスタイルですね。さあスタンクレスに避けて倒す、うん、ずっと属性変更してるんですね。属性変更早いですね。属性変更本当早い、早い、早い、早いですね。やっぱり相手に有利な属性に変えるイメージですかね。すぐに基本的に相手にすごい有利な属性をやっぱ当てていくのは、まあ、そういうとこ入れるだけで狙っていくんですね。これカメラは軌道追従オフでしょうか。軌道追従オフでやらせていただいてます。
両手で親指なんですね。親指タイプ。自分は親指でやってますね。なんかスマホとか。もうすぐこれもできるってところで自分はやっぱスマホの方アイテムを一応持ってはいるんですけど、スマホの方がやりやすい。サポートできるしね。そうですね。どこでも。電車の中で。電車の中でね。電車の中でこのプレイしてたらね、友達びっくりしちゃう。めっちゃ動き早いの。上手い人いる。まあでもちゃんとルチャナのヒーローアクション、これはどういうタイミングで使ってますか。割と前のアップデートで出が早くなったので、うん、まあ、カードキャンセルできたらいいなっていう狙いを込めてバックショットに行って、うん、今座りそうなところドアで防ぎました。ドアで華麗に飛びましたね。ちょくちょく左下見てるのはヒーロースキルゲージ。あ、本当だ、見てる。確認しますね。そうですね、一応試合時間残り40秒あたりまでには貯めておきたいのを意識して、うん、ちょくちょくゲージ見て気にしてますね。結構バランスよくマップとフィールドを取れてますね。そうですね。前回のアーザー結構マップ寄りだったんで、ずっとマップだったもん。はい、戦い方がやっぱ違うから。これスタン食らってポータル踏むってのは結構意識されてますか。あんまり、でももうそもそも避けたいので、うん、なんか下がると結果的にポータルのところには行くように上がってはいるっていう感じで、3人勝ちと、はい、1試合目、結構スターパックお互いドアってとこでどう飛んでくるかっていうのからドア使うんですね。あの相手のルチアーノを狙ってまして、はいはいはい、でスタート取り終わった直後、うん、見てましたね。でそれが一致したんですけど、相手のチャンネルのカバーがすごく速くて取り返されてしまう。早い、やってる。属性相性悪くてもダメージは上がりますからね。そうですね、変えることにすごく意味があるので攻撃力アップとして、うん、同じ属性でもとにかく変える、うん、またヒーローゲージ見つつ、マップ見つつ、全部は手癖になってます。常に右手は変えとかないと落ち着かないみたいな。そうですね、癖になってます。右ちゃんと踏んで、はい、ずっとマップですね。結構とにかく裏取りが刺さりやすいので、マップをよく見ない初動で自分の味方のジャンヌとルチアノはドア使ってるんですけど、相手のルチアノが使ってないので、いつ来るかっていうのを見ておいて、ちょっとゲル取ってきますね。3人で位置してる状態。取られても入んないんですね。これはルチアノの射程内に入るまで待ってるだけですね。あー、トータル触ると相手が動けるようになっちゃうので、あとここで陣地を広げ直すことでヒーローゲージを溜めやすくできるんで、なるほど、わざと縮めさせて待ってる。そうか、そういうふうに広げ切った陣地よりは拡大中のが溜まるので、わざと相手にこれだったら絶対守れるのでっていう。ゲージ溜まりましたね。まあ、取りつつ裏取り警戒、あとはドアで飛んでヒーロースキル打つ必要があれば打つっていう感じで、まあ、どこにでも行けるように待機してる感じですね。あ、下は、ね、見てますね。ずっと見てますね。監視してる感じ。無理に突っ込まずに安定して勝つっていうイメージですね、うん、やられてないですもんね、うん、倒されてない、うん、
まあ、はい、やっぱ飛ぶ、はい、手慣れてる感があるのどうか。ドア使うコツとかってありますか。使う方法はまあしっかり必ず見るってことと、あとドア使う前にあのコネーションのカードを使うとドアの飛びが速くなるっていう小技があるので、もしやったことない方がいれば参考にしていただけると。C の C の取り合いとかをドアでやるときには、はいはいはい、そうですね、無影響カードを使ってからドア来た方が早くなると思います。高さんの BD に関しては別に相手から取られることはないので急ぐ必要はなくゆっくりドアで、この出来だとイエーガーを使ってからって感じですか。そうですね、早く最速で飛ぶんだったらイエーガーでドアで C に飛ぶ。なるほど、カード2枚切るんで、うん、でまあまあ若干で引いても早く飛ぶことができます。高さんは狭いんであまりマップっていうよりは周囲見渡してっていう感じですかね。そうですね、マップ見なくても直接の実際視界というか見えるので、うん、バックステップ早いですね。長押しして話すのはもう感覚ですか。そうですね、1秒でも出る部分ですけど、大体感覚で溜まった時の印をほとんど見えない状態です。ガセンコツ入れてるのは植えた向きに使うんですか。構成的に今回あまりない状況ではあるんですけど、あの近接キャラが近づいてきた際にガードを無視してダメージを与える手段として、遠くにいるときは通常攻撃が刺さるんですよ。で、もう近づいてくるにつれてバックショットで一応ダメージを蓄積させつつ、まあ、それでもまだ最後の相手の射程に近距離してとかファイターっていうか、その近接キャラの射程がそれくらいに赤線骨が当たるので、それでカードを無視して攻撃させるといった使い方は、すごい勉強になります。黄色の使ってないですもんね。プレートウォールですね。プレートウォール、ドールも早速ドアで C、ね、みんな C に来て取り合いやってる最初。初手でカードキャンセルされてかなり辛くはなってるんですけど、負けかけてた。僕がやっぱりマップ見たり下見たり、C にいれば連携を見渡せるので、下は取れてはいるんですけど、あそこに相手陣がすごく守りづらいので、行くのであれば3人で持っていきたい。戦いながらもマップ見たりしますね。相手の HP はあんまり見ない感じですか。HP は、そうですね、一応気にはしてる。結構スタン避けてる印象ですけど、スタン避けるコツとかってありますか。そうだったらバックショットをするっていうので大抵見えるとかじゃなくて、
予感で。あまりそうですね、あのバックショットで下がることに対してのデメリットがさほどないので、とりあえず打ってみようぐらいの感覚で、うん、さっき試合してるときにあとスタン何枚っていうのは大体把握されながらプレイされてました。そうですね、あと何秒だからもうスタンが来ないとか、ほとんどのカードもそういう秒数とかはほとんどとはないですけど、まあ、使用頻度の高いカードはそうですね、スキル CT は大体把握してあれが残ってる、これが残ってるっていう。そうですね、メダルとかでもあって変わりはするんですけど、シーンはどうでもありますね。このうちあのヒーロースキルで抜かれてたら、こんな直後が一番危なかったと思うんですけど、自分たまり切らなくて、たまり切ってればヒーロースキルも華麗に倒していきますね。どんどん倒していく。ポータルに居座るっていうわけでもなく、うん、そうですね、最後はあのルチアノのヒーロースキルで3人まとめて抜かれないことを警戒する感じで、次のステージ、立体交差、立体交差、はい、ヒーローですから。すぐ飛ばないんですね。じゃあ C 飛びたくて、まあ、通常にちょっと飛ぶ、 A 飛びたくて、 C すごい飛びにくくないですか。 A がちょっと飛びくない、なるほど、 A にぶち当たってしまう。すぐフォロー、まあ、前みんな水に歩くんですよ。マップ見ながら、マップ見てこっちに敵が撃ってないこと見えてるので、むしろ下がってC と D と E を拡張させてもらえたので、このステージはかなりヒーローゲージは溜まりやすくて、自分の打ちと相手の打ちのヒーローゲージの動きに溜まり方があるので、相手よりも自分が溜まってるなってことはとりあえず理解してる状態です。今の裏も広げきらずに上がってきたっていうのは C がやばいかな。そうですね、味方のジャンヌさんが落ちてしまったので、まあ、フォローに回って、まあ、ゲージを止めるよりもポータルの方が左右するので、まあ、一旦とりあえず一時的にフォローをして、なんだこれ。よりポータル C に近いこっちで広げて、ね、いつでも C にはいけるぞという位置で。たまりましたね。あ、取られる直前で、でもワーキル持っていく、倒していく、でダブルキル、これでポータルは守ってた。これで初めてヒールスキル使ったんですかね。そういえば、なんかジャンヌさんが溜まってると割と厳しい状況ではあったんですけど、ここで確かスターの秒数がかかってますよね。残り時間が30秒切ってれば、スターは1回しか使えないので、しスタン読みからの距離取っておくってのすごい上手ですね。僕ジャンヌ使ってるの全然スタン入んないじゃん。避けられちゃう。マジでやられないっすね。全然、あれ倒れてなくないですか、むしろ。倒れてないっすね。
ちょっとプレイヤースキルが違いすぎて、はい、プレイヤースキルがでかいですね。コメントが難しいですね。すごい。ヒートマップ見ますが。